シロンスク県は、ポーランド南部の県である。県とはカトビツェ。チェコ、スロバキアと接していて、国内では、シフエンティクシシュ県、マオポルスカ県、オポーレ県、ウッチ県と接している。長い歴史を持つことが点在する。一方、豊富な天然資源を背景に、産業革命期に工業都市として急成長した都市も少なくない。 人口450万人は、ワルシャワのある、マゾフシェ県に次いで2番目、人口密度は1番高い県となっている。シロンスク高地が、県中部から西部にかけて広がり、南部には、ベスキリ山脈がある。工業が盛んで、鉛や縁、鉄などが採掘される。また、自動車メーカーの進出も多い。安なぐら総院で有名なチェーンストホバがあり、8月の、 聖母マリア秘翔店の祝日には全ポーランドから巡礼者がやってくる。ベンジン軍の街。見どころは14世紀に建設されたベンジン城。11世紀から木造の城塞はあったが、1241年のモンゴル襲来で焼け落ち、14世紀初頭に石造に建て替えた。ポーランドリトアニア同君連合の南西部の国境を守備する重要な城だった。 1364年には新生ローマ、帝国皇帝カール四世が表敬訪問した。現在は城の内部が博物館になっている。ポーランド南西部の古城をつなぐ観光街道である、ワシノス街道上にある。軍の公式サイトあり、小さなウィーンと呼ばれ、街並みと周囲の自然風景の調和が美しく、文化活動も盛んである。ショーベスキド山地へ、 ハイキングやキャンプに行く、際の拠点ともなっている、市公式サイトあり、西区府軍ニエゴバ町の村、ボボリツェ城で有名。ポーランド南西部の古城をつなぐ観光街道である、ワシノス街道上にある、城の公式サイトあり、ニエゴバ町公式サイトあり、黒い聖母を祀る安名グラ修道院は、ポーランド最大のカトリック巡礼地、市の公式サイトあり、 ポーランドとチェコにまたがるシロンスクベスキド山地の村々の中で最も海抜の高い山村である。150年以上ものケアミレースの伝統があり、この村で作られたテーブルクロスなどの製品はローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世やイギリス女王エリザベス2世に購入されている。社会主義体制が1989年に崩壊すると村の若い女性たちが 地場産業を発展させようと考えてみレースの女性用下着を作って輸出し始め、世界的に有名な村となった。この村で作られたレース下着は日本にも輸出されている。村には小さなレース博物館がある。この村とその近隣は、シロンスクベスキド山地のリゾート地で、近くを鉄道が通り、リゾートホテルもある。また、アグロツーリズムが盛んで、 農家に宿泊もできる。コニャクフレースのサイトあり。ありがとうございます。